バイスバッハは、ドイツビュルテンベルク州、ホーエンド同園軍に属す、マチソン。バイスバッハは、軍庁所在地キュンツェルスワウから西に1 0 k m の、コッハー渓谷中流域、ランゲンバッハ川がコッハー川に注ぐ河口に面した、標高200から 430m に位置する。この自治体は、小集落グートホーフを含む旧バイスバッハと、小集落ハルベルクを含む旧、 クリスペンホーフェントが合併して成立した。バイスバッハは1283年に初めて文献上で研究される。中世末期に塩の生産が開始された。隣接するニーデルンハルで塩水が採取され、木製の銅管と通ってバイスバッハの2つの製塩所に送られ、熱せられて塩が生成された。18世紀になると塩の生成は 採算が合わなくなった。塩水中の塩の含有量が低下したためである。製塩所は水車小屋に改築された。19世紀末に消失した後は同じ場所に盲石工場が建設された。1920年頃にコンラートホーン州が起業化され、プラスチック産業に進出すると、一時は法塩道へ軍災大の雇用者数を有する会社となった。 もう一つの生栄園所は、生栄の中止後、長い間農業経営に利用されてきた。1920年代中頃には、バイスバッハに鉄道が建設された。しかし、1980年には、旅客輸送は、路線バスに切り替えられ、貨物輸送も1990年に停止した。その後、レールは撤去され、路線跡は、バイスバッハフォルヒテンベルク間を含め、 あちこちで自転車道として利用されている。この町の議会は14議席からなる。バイスバッハプロテスタント協会。ありがとうございます。